モンストトクロの 100% に絶対勝ちたい男のいるコーナー、イエーイ。勝ちたいんや。勝ちたいんや。もうアシスタント全部帰らして、お本当に強いやつだけをこう呼んだぞ。おう、クラゲ、おいちゃん、ゴエモン、よし。お前たち、はい、はい、絶対取るぞ。これを逃したら、もう今日逃したら、今逃したらもう俺はもう取れないんだからな。ね、生半可な気持ちいくんじゃないぞ。でもクラゲはね、もう、取ったんで。じゃあそのノウハウを起こせ。おい、起こせ。はい、ということでね、今回おいちゃんと、ゴエモン、はい、も参加しまして、ちょっとこちらもね 100% ジャス君のフォローに、こっちも 100% でいかないと。ほんとね、ジャス君評判良かったよ前回でしょ。でも俺も欲求も好きだもんね。よし、今日はね、ほんとに、はい、もうほんとに勝ちたいんで。そうですね、みんな今の時間はもうトクロの 100% 中の 100% 来てないんですよ、はい、みんなストックしてるんで、はい、でも最初は怖いんで、はい、僕のストック使いません。はい、はい、クラゲのストックを使って、はい、試し打ちしたいと思う。そうだね、うん、それで勝ったら勝ったでいいし、勝ったら勝ったでいいよ。うん、でも回るんだよ、それ終わって勝ったら。回るんだよ、はい、でもまあ、あの報酬でもらえるはずですから。あ、そうだね、はい、違うね、勝ったらオーブ5個が欲しいのか。あ、そうですよね、ね、はい、はい、ということで、うん、まあちょっとね、いろいろ試行錯誤をもうこちらね、GM チャンネルの方でもゴエモンと何度もやって、うん、まあ、負けてるんですが、うん、このね、クラゲ玉竜できました。玉竜、あ、もう来てませんかね、はい、はい、こちらこちらのブーストがあるんで、ブースト、はい、うん、あれ玉竜って、うん、ハズレみたいになるやつ。まあそうですよね、星5キャラですからね。大丈夫か、おい。おい、大丈夫か。なので、うん、ボス戦に入るまで、うん、なんとか玉竜の、うん、SS を貯めて、貯めてみんなに当てて、うん、火力押しで突破しようという作戦です。火力押し、はい、一定期間、うん、もうだからみんなワンパンでクリアしていく感じですよ。頼むぞ。クラゲにかかってるからな、これな。さあ、おいちゃん、はい、おいちゃんがアルキメデス？はい、アルキメデス。うん、これは魔族キラー EL が非常に刺さるとのことらしく、刺さる、刺せよ。刺さるんだったら刺せよ。うん、よし、で私はみんな大好きガブリンチョ。はい、うまい、うん、やっぱり友情がね、友情がね、うん、強いのと、だから僕の仕事は当たりやすいとこ行く。そうですよね、キヨニ、キヨニのところに、キヨニはもうマストで、そうですね、はい、キヨニもやっつけますね、やっつけないとまずい。で、ゴエモン、はい、やっぱな、これはな、いいですね、結局優柔白書だから一体入れとかないとやっぱな。クレーム来ちゃうから、ガチじゃねえかってな、いろいろ悩んだんですけど、やっぱりね、コラボキャラでクリアしたいよねっていう、うん、そうだな、はい、ところでございます。これ見てる欲求も喜ぶんじゃないかな。203連。203連。ということで、はい、こちらでいきたいと思います。うん、お、世紀末子犬、ゴエモン。お、滑っとるな。みんな滑ってるから。絶対これ GM チャンネルでも言った。よし、それじゃあ行きましょう。もーん。時間ないからね、スタートー。ジャス君、今回ストックですから、はい、おそらく4回チャンスですか、うん、4回チャンスですね、はい、まずクリアしてるクラゲのストックはもう 100% の狂気、ね、うん、気軽に気軽に、もうだって別にいいでしょ、うん、いいけども、うん、ゴミみたいなストックでしょこれ、こらこらこら。さあ来た、よし、はい、さあ玉竜、さあ、ゴエモンどうしましょうか。僕はですね、立てていきたいなっていう、立てていく、立てていって、まあカッパから遠ざかりつつかな。なるほど、最近僕も自信ないんで。いや、いいね、ダメ、攻略は、うちの攻略案は
他とは違うんだってとこ見せてやれよ、はい、ちょっと、うん、さあ、うわ、お化け、お化けだ、お化け、結局はお化けだよ。あれ、え、ちょっと待ってちょっと待って、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 え、あ、クラゲがやるのか、じゃあ、はい、あ、じゃあそのクラゲのやつを、うん、ゴエモンがやればいいか、それともやってる体にするか、それはそっちで決めて。立て、立て、そうそう、立て、立て、立て、もう気温に狙いのゆっくり動き、気温にな、俺昔、清美って女と付き合ってた。関係ないけど、関係ないけどね。清美ってちょっと、おぉってなっちゃう。さあ、私、じゃあこっちのお兄さんやっつけるよ。はい。あ、こうだな。ほら。ほら、見て。どう思う今の。さ、素晴らしい。素晴らしいだろ。届かないと思いますよ、これで。あの次になんかブレスみたいなやつ、カッパのでしょ、ギリギリのところで使わないの、ちょっと貯めたいなと、貯めたいの思って横顔します。しょうがねえな。ゴエモンね、抜けたんですが、クラゲの端末を貸しながらプレイしてもらってます。うん、ありがとうございます、はい、倒すでよ、倒しましょうか。そうですね、あの右下、何右下方面に行きたかったですね。もうちょっと早めに言おう。失礼しました。おすいません、右下に行かないとダメなんですよ、次のステージは。ゆくゆくゆく、これ基本に絶対なんで、もうガブで電撃必ずだよ。電撃集中、ひどがんだから。よし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 、うん、結構危険ね、もうね。いざとなったら、アルキメデス撃ってもらって、うん、そうっすね、抜けていくって、それしかないな、はい、そっち行くよな。シールドに行きましたね、行きましたね、ヒエがね。これでもパワーアップしてるの立てかねっけ。どうします。いや、もうこれ打った方がいいっすよね。そうですね、最悪のことを考えると急遽に打った方がいいっすね。証明してやるよ、俺の理論が正しいってな、うん、おお。全然16ターンなんで、よし、あとも出てるし、そうっすね。これハード取っちゃうな、これ。鬼はやっつけなきゃいけないんで、うん、じゃあ削りつつで、よかった。あ、でも1よ、うん、いい1でしょ、これ、うん、この上ない、いい1だ。さあ、これはガブにこんにちはできれば、会いに来い。おぉ、よし、許してやろう。どんどんどん、さあ、まあ、これで一応気温には沈むと思うんで、はい、いきます。うん、いいっすね、いいっすね。さあ、ここから急いでトグロを倒しに行かないといけないんですよね。そうですね、横に横に上がる、うん、こっちではなく、ここ当たりながらこうガブリエル、ちょっと怖いんですよ、うん、上にジュッて行かないように。あ、そっか、ダメージゴール忘れっす。あぶねえ大丈夫かおい失礼しました、うん、いったいいですね。いいよ、落ち着いて。もうトグロやっつけたいっすよね。そうですね、なんでこうか、いいと思います。そっち、そっち行ったの、そっち行ったの、そっち行ったの、こっち行ったね。まあ
ちょっと鬼がいいな。どうすか。上からか下から。まあでもちょっとリエルね。そうだね。うまくそっち側に行ってくれれば難しいけど。いける。難しいよな、難しいよな。あぶねえ、俺のストックじゃなくてよかった。これね、耐える時と耐えない時があるんですよね。うん、うわっ、そうっすね。避けるには絶対当たっていただければ。おお。で下残っちゃったね。すがですね。さあここで鬼も倒しつつトグロもなんだけどダメージオールがないですよね。そうですね、ついてない。気持ち下目の横感なんですでしょうね。頼むよ。注意します。でもそこに貼ってるのもありだよね、アリキメですがね。ですね。横ぴったり行った方がいいってことだね、横感して。おお、結果オーライ。俺の言った通りだな。そして急にも急にいない。これはもうトクロを狙い系がいいですよ。おお、回復するな、これまた。普通だからまあそうですね、ハート取る感じで。あれはハートはね、取らない感じでいこうかなと。あれ当たりますよ、当たった。おお、それがただ回復くるんすよ。くるね。これが面倒なんで。でもここチャンスタイムっすね。ここで結構削り取れれば。マッチ出した方がいいですか。出してほしいっすよ。あ、そうっすね、結構冷えも当てた方が。やったやった。おお、でまだ復活する。まだ、あ、復活どこだった。どれ、この下の足ですね。もうそうだね、次の位置ですね。次の位置、これか、うん、じゃあこっち行っちゃいます。はい、行け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 。うまかった。惜しい。でも次蘇生で大丈夫です。行けますね。はい、抜けましたね。ここはちょっと用意が来ないね。ここは抜けました。初めて俺バトル2抜ける。初めてバトル2。ああ、安心。次どこに出てくるんでしたっけ、キヨニ。次、キヨニ。ごめんなさい。おい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 、頼みますよ。左下か。左下っすね。左下ね。よし、俺じゃああそこ間入って終わろう。終わりと終わりね。あ、いい位置。お、すげえいい位置。言ったでしょ、だから間入って終わるよって。言ったでしょ。超いい位置。言ってたでしょ。右下じゃないですか。失礼しました。おい。おい。上で。おい。腕もぎ取るぞ。頼むよ、これもう。すいません。こっちじゃなくて。さて。あ、それでも大丈夫。これでも大丈夫。さっきのおいちゃんのやつで。じゃあこっちに入っちゃう。Thank you.
抜けた。うん。おや。これ冷え気温にやっつけてくれるんじゃないですか。ですね。多分。靴取れ、靴。靴取れるかな。靴取れる、いける。おお、うん。ああでも。うわ惜しい。ダメかー。ボン。あまだ。多分。上までつけなきゃダメってこと。これ次蘇生なんで。縦勘で次 SS？ さて、私？はい。私はどうする？縦勘っていうか、もうこんぐらい？それぐらいでいい。打った方がいいかな。ほれ、よし、ハッ、ハッ。よし、よし、回復。きついな。お、満タンじゃん、満タン。きついね、もうこれはきついね。右の鬼を倒して、仕方ないよね、もう仕方ないですね。終わったかもしんないな。右の鬼は確実に、右の鬼の角度で、終わったかな。やめるな。大丈夫、大丈夫で金波取って4人ですね。これブーストしましょうか。しないともうダメだよね。はい、倒せないもんね。倒せない。マークは行けない。あ、アンチは、アンチは現状様、あたしが絶対助けるよ。怖い。本当はもうちょっと溜めたかったですけど。ですね。で、ここでワンパンで倒してもらう。全員に当たった方がいい。はい、下がっていけば大丈夫だと思いますよ、SS で。SS？ はい。え？あ、使わなくても。使わなくていける？これね、これ、これ、この角度？大丈夫？この角度いい？大丈夫ね？左入ったら最高っすね。左入ったら最高っす。左入ったら最高。じゃあ、こんぐらいだね、こんぐらいだね。いくよ！誰も責任取れたくない。行きましょう、行きましょう、行きましょう。誰も責任取れたくない。入った！いける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 よいしょー！ほら！俺ださすがです。よし、もうこっからワンパンっすよね。もう行きましょう、ガンガン行きましょう。誰も言わねえと。おお、来た。弱点、よし、兄ちゃん大丈夫か、これ当たるか、これ大丈夫ですよ、鬼に当たんないっすよ。当たんないでしょ。ないはず。大丈夫でしょ。じゃあマスターに行きますよ。うん、大丈夫だと思う。当たった。おお、来た。よし、でも、削り倒しましょう。そうですね。縦に、あ、横、左でも、どっちでも多分パワーアップしてるから強いですよ。縦に行きますね。はい、ほら、来た。いいっすよ。よしよしよし。それは、鬼もういないのね。いないっすよ。清鬼が消えます。清鬼が消える。いいっすよ。いいっすよ。これまだ強いんだね。結構一定期間アップします。一定で、おお、よし、強っ。でも SS っすよね。ですね。お、いいんじゃないですかこれ。真横、真横っすよね。
真横のシャシャシャですよね。ですね。で、アルキメデスで行けます。アルキメデスだから、とりあえず真横の真横ね、真横で、うん、で、その後アルキメデス真横で弱点間往復ですよね。これ真横になってる、これ下がりすぎちゃうとでも抜けちゃうもんね。少し下目ですね、少し少し下目行きました。あ、いいんじゃないですか。いけ、あー、弱点取らないか大丈夫です、大丈夫です、大丈夫だよね、大丈夫。ちょうど来た、ほらで、挟まれ、いけ、いけ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 、もう大丈夫、もう大丈夫だよ、これ。おー、減った。隠すんすよ。あ、隠すのかい。うん、あ、でも入れる、入れる、入れます。頼むよ。よし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 、ボーナスアップ、ありがとうございます。その時は玉竜と差が出ます。ここちょっとハートいきます。ハート狙い、うん、どうしようかね。ちょうどいいですね。玉竜でとりあえずこの砂時計を取りたいですね。砂時計ちょっと貯めた方が良くないですか。大丈夫ですか。あ、大きくなるってこと。うん、あと2ターンと3ターン縦ですね。縦ですよね。次ボスって最後だよね。ボス最後です。ラスト、ラストだ。右真ん中だっけ、右上だっけ。キヨニの配置ですか。いや、もうボス、ボス、あ、ボスは、右上の、右上です、右上、うん、じゃこれ真横半、これ、いや、あ、いや、絶対倒さないとやばいっすよ、これ。じゃあ砂時計もう取っちゃうしかないっすもん、ね、そうっすね、角度的に。許す。それが火に当たりながら若干上に上がる感じで、いいとか。これでも倒しきっちゃっていいですよ。そうですね。うん、右上はマストで倒さなきゃ。倒しきって。よし。で、ヒエのブーストで。黒竜派は打つんで。うん。ドン。ジュカ。黒竜派打ちます。ヒヨコイかこれ。ヒヨコイです。頼む。飛ばせ。飛ばせんの？飛ばせ。おー、飛ばせないか。はい、ということで、終わりなの。どうっすね、オープニングテーマだよ、しかもこれ。どうした方がいいの、難しいな。いい、寝てんじゃん。もうちょいっすよ、もうちょい。キヨニ？そうですね、キヨニっすね。真横で、もうヒヨコじゃん。いいか。あれ、そうか。でもビリビリいくよ。頼む。SS が足りない。SS が足りない。足りないよな。これ例えば、そうですね、もうカタンっていう、よく床2階になってカカカカンってなるのを祈るしかない。じゃあこっちから行って、もうちょい、うん、10はやだよじゃないですか。行きます。あっ、ちょっとドン来るね。あ、もうやっぱり1ターン、2ターン、ね、足りなかったかな。でもなんか近づきましたよね、最後まで来ましたからね。やばい、やばい、やばす。右下に第1、あと何本？あと何本？倒さなくて。倒す。倒しましょう。倒しましょう。
ましょう。おい！ダメだねやっぱね。すごい。倒した方が良かったか。先に。おい、俺のストックなくなっちゃったよ。俺のストックなくなっちゃったよ。すみません。俺のストックなくなっちゃったよ。俺のストックなくなっちゃったよ。ちょっとラスイチ行きますか。もう大丈夫、うん、はい、行きましょう。行きましょう。行こう。だってこれ属性的には結構火ダメはもう守れてますよね。もうそうだね、これキラーが2体乗るんで、それがどういけるだろう。もういけるだろう。そしてもうこれでいけたらなんでこれさっきやんなかったってすごい怒ると思うけど、よし、ゴーモンスタートーゴー。やばい、ブーストしますか。それかロミンとガブリエル、うん、あれこれ基本に11は大丈夫なの。11が、攻撃力アップしちゃうので、うん、次か即倒したい。もったいないよね。これじゃあいけんのかな。行ってみる、行ってみるか。もうそれしかないもんね。そうですね。みんなに当てれない？いや、いける。みんなに当てれない？いけるいけるいける、絶対いける。ゴヤモンだったらいけるよ。いや、その角度。本当？よいしょ。ほら、言っただろ。真実だろ。ありがとうございます。たら？でも、思いっきり倒しに来て。下に入ったりとか、下に入っちゃっていい？入っちゃっていいよ。いいと思う。届け。ああダメだ。次で絶対倒さなきゃですよね。そうそう。マジ終わる。マジか。もう一回ため直しましょうか、ディルロッテを。あと13ターンシールドにはあるので、非鬼を、まあ鬼を倒す。モードにもう一回切り替えるか、どっちかですね。もう一回？また体力満タンになっちゃうの？大丈夫？ちょっとこれでいきますよ。あ、そうですね。もう何はなくても必要に、とりあえずゆっくり降りてきます。他の人はした方がいますよね。いいね、いいよ、いいんじゃないこれ。ディルロッテもう一回貯めない、貯めたいと、貯めたいの。いや間に合わないかもね。これが間に合ったら勝てます。そうですね。アルキメデスに当たったら結構ダメージ。うんうんうん。ボーミングの多分出ますもん。なるほど。頼むよ。あっ、あー惜しい。もう SS？ SS じゃなくていいんすか？違うか。SS 真横じゃないの？SS 真横にしましょうか、うん、で、鬼一体残して5ターン貯めましょうか、うん、ちょっと上目。はい、ちょっと上目。こんぐらい？ SS になってないですね。 SS こんぐらい？もう、はい、行き過ぎちゃう。祝福のお知らせに参りました。あー、行き過ぎる。ちょっとよし、うんうん、倒しきったかったね。倒しきってロビンの SS で次突破したかったけど、まあ突破するよね。大丈夫ですよ。貯める？貯めるの？貯めないの？あ、ダメだ。あれ、しゃあない。まあこれは勝てだよね。
大丈夫。次終わり、あと2回あります。くぅ鬼やな。よし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 、これロビン残したいですね。うん、ん、ロビンは最後に取っときたいですね。 SS で突破したいんですよね。はい、ロビン当てたいですね。ロビン当てて、はい、中入る、入るよ、はい、入れたらね、いけると思います。よしよしよし、ああ惜しい、非常に大好き。難しいなぁ。くぅ鬼、ディルドッテが間に合えばですね。あるぞ。どうします、打っちゃいます、いきますか、いっちゃいましょうか、いきましょうか。この角度、ええ これじゃないですか。あ、そうか、これか、そう、弱点なんで、今のでそうか、こっちの方がいいですね。うん、これ反射した方が頼むぜよ、飛ばしてくれ、証明してやるよ、俺の理論が正しいってな。いけいけ、ポッポッポッ、お、あれ、あれあるよ。方向あるやつですね。うん。いいよ。次回復してくるから絶対ここで仕留めたいっすね。倒したいっすね。超倒したいっすね。どういけばいい？どういけばいい？ドリフットには絶対当てましょう。これ当たってる？当たってると思います。いきますよ。左から行ってもいい、左から行く、いや、どうだろう、いや、これちょっと当たんない、どうこれぐらいで、はい、これどうかな、よしよしよし、さすがです、俺だ、これ、あるぞ、ビルが7なんで、あるぞ、倒してくれ、いきます、よし、頼む頼む、よしよし、次ディルに回ってくるんで、うん、うん、来たぞ来たぞ来たぞ、これはどうする、もう清鬼ですね、清鬼か、ここまで来ても清鬼か、ここで難しいな、あ、いいじゃないですか、それ、まあ、これそれいいじゃないですか、ここね、あまりそう、うん、いけ、はまれ、おー、たまに嘘つくんだ、これ嘘つきますね、確かにガイドあるある、これ今ひよこかかってるよね、かかってますね、ロビンね、でロビンはもう何が何でも、S、ひよこになりたくないですよね、やっぱりだよね、位置大事だよね、浮世に倒さないとね、ですね、うわー、ごめん、ガイドもうねえやん、早いな、絶対倒さないとだよな、そして気温に倒さないと、これ多分こっちの方がいいですよ、縦は怖いですよ、あ、難しいね、よし、ハートブーストベストはかけるんですけど、うん、ダメージボール、そうか、これ全員にかけますね、大丈夫、いやー多分次の攻撃でやられそう、そうですね、希望するな、うん、あまりに怖い、攻撃やっぱ入ってるからな、あっちいいのかしら、あー、うん、やっぱりタイミングがね、ブーストの
ドヒャー、ブーストのタイミングがもうちょい後でね、かけたいよね。難しいね。あ、甲子園だ、甲子園、甲子園だ。ということで皆さん第2弾が来るときはですね、やっぱね、まだ有白書まだねストーリー続いてますのでね、その時には仕上げておきますので、その時またお会いしましょうかね。あくらきチャレンジ、それがゴージャス動画。うん、はい、そうそうだ、うん、そうだな、うん、うん、あとね、皆さん12月のモンストロ映画ぜひ見に行ってください。なんか出してたよね。それを告知する回でした、うん、ということで、これからもモンスト頑張っていきますので、皆さんも応援してくださいね。 100% クリアできたのかな。うん、できたらそのコツを教えてください。はい、ということで本日はここまで、また次回お会いしましょう。バイバーイ。うん、なんだこの変な感じは。まあ敗北感ってやつですよ、これが。違う、違う、この変な感じは尿意だ。